くまモンにはね、なかなか乗ってあげられなくなっちゃった、これで税金かかんないからいいですね。こんにちは、速稼塾の久保です。先日ベルファイアと、トランザムの税金払ったんですけども、ちょっとね時期をずらしてもう一枚来ましたよ。軽自動車税金ですね。これは多分私の持っているくまモンのスクーターかと思うんですよ。税金の額は2000円ですね。で、バーコードがついてますんで、今回もペイペイで払ってみようかと思います。もう皆さんご存知ですよね。ペイペイの支払うをクリックして、タップですか。タップして、そしてスキャン支払いにしますよね。そうすると裏側が映ってますんで、そこにこのバーコードをこうやって合わせます。どうでしょうか。はい。そうするとほら、2000円になるでしょ。で、あと、これ、支払いって押すだけです。はい、支払い完了でございます。で、一応ね、これでね、付与予定の残高、付与予定額が20円、1%、これでも入るんですよ。ね。今、ポストに入ってた支払いを、今ね、動画撮りながらやって、20円入るということで、出かける手間もいらないし、すごく良くないですか？一応これ、スクリーンショット撮っておきます。支払いの実績が残りますね。はい、残りました。で、これは支払い完了ということになります。以上でですね、ペイペイ払い完了、むちゃくちゃ簡単ですね。しかもポイントっていうかね、20円分のポイントがバックされて、そのバックされたものはペイペイ運用に自動的に回るんですよね。前回の車2台分もペイペイ運用にそのまま回るんですよ。いやー、4月21日からペイペイ運用再開したんですけども、どのぐらい増えるのか楽しみになってきました。年末ぐらいの時にね、20万30万になってればいいなと思ってますけどね、どのぐらいになるのか今から楽しみです。それでは。こんにちは、速稼塾の久保です。ナイト2000の税金来ましたね。いやー、古い車、そして超重量、排気量、今ねエンジンの世界で5700なんで、まあ結構な金額になると思います。じゃじゃじゃん、クレジットカード、ペイジー、スマホアプリ、ペイペイ、ラインペイ、ペイビーで納付できますということですね。詳しくはリーフレットを見てくださいということですけども、さあ納税額いくらでしょうか。見えないですね。10万1200円でございますね。税金の額は割と平凡ですよね。まあ高いですけどね。で、そろそろ車検なんですよ。これ車検はエリアテイワンさんって言って、広島から埼玉まで陸送するんですよね。陸送もこれ1台のために箱車の中に入れて厳重に陸送するんで、なんか片道20万ぐらいかかるんじゃないかなと思いますけどね。なんなんだ。まあ根性出して払わないといけないですね。これアメ車乗ってる方みんなあれですよね、車検で結構ね、散財すると思うんですよね。すごいですよね。普段からのお手入れもして、まあ私もあまり走らせることは少なくなったんですけども、まあでもね、税金は平等に来ますから ね。キットはガス食い虫なだけではなくって、まあいろいろと物入りですわ。本当にね、子供が一人いるようなもんですね。しかも中学生か高校生ぐらいの子供がいきなりできたみたいな感じの経費がかかります。だって0歳児とか1歳児って言うてそんなにかかんないじゃないですか。まあかかりますけども、まあでもね、今のところね、うちの子供よりもこいつの方が金かかりますね。うちの子も結構かかりますけども、もう1歳ですけどスクール行ってますからね、インターナショナルスクールへ。いやーにしてもナイト2000、それでも私はオーナーになれてよかったと思います。嬉しいですね、やっぱりね。いつもこうやって車庫にいてくれるっていうのは。今度ね、この駐車場もね、なんか新しくしたいんですよね。ちょっと100万ぐらいかかるんじゃないですか、これ。駐車場もね、箱に入れたいんですよ。ああいう風な感じでね。ああいう風な。もしくはこういうの、シャッター付きとか。野ざらしなんで今、完全にほら。ね、
だからこう黄砂の時期には黄砂がねさささっと来たりするんですよ。で雨が降ったら屋根がなければ完全にここ盛りますからね、ここだから常に上に屋根が当たるように、このカーボンが当たるようにしてるんですよね、ということでございます。それからあの動画見てくださって本当ありがとうございます。昔の動画、そうですね、1年以上前の動画にあのファンベルトがキルキル音が鳴ってるのがあるんで、あのそれに対していろいろご指摘いただくんですけども、さすがにあの動画の後直してますんで、あのご心配いただきましてありがとうございました。まあ、あの私もね、あの他のトランザム乗りの皆さんに恥じないように手入れはしてるつもりでございます。ありがとうございます。それでは納付に行ってきます。まあペイペイで払おうかな、やっぱりな、ペイペイがいいかな。それじゃあ払ってきます。はい、じゃあね、今日はナイト2000のこの税金ですね、重量税っていうんですか、年に1回5月に来るやつ、あれを支払っていこうかと思います。それもねペイペイでです。ここにペイペイのアプリがあるでしょ。これペイペイのアプリ起動して、ちょっとさっき使っちゃったんですけども、支払うにすると、それでスキャン払いでいいんじゃないですかね。こういう風にこうやったらどうかな。お、スキャン、あ、支払いますね、確かに。あ、でもちょっとお金がないんでチャージしないといけないですね。うん、チャージするためにはまずはチャージでしょ。で10万ほどチャージしますんで、こう10万チャージ、チャージできませんでした。なんでやねん、なんでですかね。お金が入ってないのかな。チャージ後の残高って書いてある。支払うじゃない、チャージでしょ。5万だったらどうだ。5万チャージ完了ですね。でもう一回5万チャージしてみよう。チャージする。あ、チャージできましたね。で、これで合計10万チャージしたんで、支払うにして、122,530円入ってますね。で、これでスキャン払い。スキャンのボタンを押して、あとここを取るだけですからね。はい、スキャンしたら、もう一回しましょうか。もう一回。ここね、ここのバーコードを、このスキャン払いで、こういう風にすると、こうですか。ほら。青いのが横に伸びてね、スキャンしてくれるんですよ。で、これで、支払うすると、はい、支払い完了でございます。で、領収書なんですけども、あ、不要定の残高。ほら、ペイペイで、車の税金払ったら、1% 戻ってきましたよ。1012円戻ってきた。これは、やっぱり一番いいですね。お得ですね。なんかね。お得なんじゃないかな。クレジットカードの方が得なんですかね。一番得なような気がするんですけども、間違いでしょうか。はい。まあ、とりあえずこれ払えたんで、スクリーンショット撮ってね、支払いに当てましたってこと。これ、領収書が必要な方は、領収書をどっかに問い合わせないといけないんですよね。ほら、ここに書いてますけども、領収書は発行されませんって書いてますよね。ペイペイで払うと領収書が発行されないんで、で、あとね、バーコードの場合30万以下しか払えないんで、まあ、車の税金で30万以上のはないと思うんですけども、注意点はその2つぐらいですよね。で、領収書が必要な方は、どっかに問い合わせて領収書をもらうっていうことになります。まあ、私の場合はこのスクリーンショット撮ったんで、それに、この納付書を添えてね、払いましたよっていうふうなことで税理士さんにお預けしようと思います。ということでね、ちょっと暗くてすいませんけども、ナイト2000の税金は、これで、払いました。いや、簡単だな。やっぱりこれが、できるといいですね。はい、じゃあ今度はベルファイアですね。やっぱね、5月にね、3台分来ますからね、うちは。税金が。このベルファイア、5万8000円で、ファイナルアンサーでございます。ナイト2000と足して、まあ16万ちょっとですか。それからもう1台ありますんでね、あっちの方はまだ来てないんですけども、軽自動車なんであっちの方は安いのかな。うん、で、これはもう車検を
先月終わったところなんで、こっちは心配ないんですけども、車検代27万ぐらいだったかな、ちょこちょこ直しましたんでね。それで私の場合トヨタさんでやってもらったんで、隅々まで本当に丁寧にしてくださいました。うん、まあグッとくる価格でしたけどもね、いろいろとかかるもんですね、物入りですねやっぱりね。よし、じゃあこれもペイペイかなんかで払ってきます。はい、じゃあね、ベルファイアの方も税金払いますね。さっきナイト2000の税金を払ったんですけども、今回またね、さっきナイト2000に10万1200円払ったんで、すっかりなくなっちゃいましたから、もう一回チャージします。チャージは、5万円ですね。はい、チャージね、今日ね5万円を3回したんで15万円もペイペイの方に入れました。で、これから支払うわけですけども、支払いの仕方簡単です。この支払うってボタンを押すでしょ。で、バーコードスキャンを選択するでしょ。さあこういうのになるんで、バーコードをここに合わせて読み取るんですよ。そうするとほら、5万8000円払いますかって出るんで、支払うってのを押すと、これで支払い完了なんですよ。で、車の税金もこれでね、払いましたね。で、今回5万8000円払ったんで、580円が、付与されるということでバックされるんですよね。たった 1% なんですけども、まあね、もらえてよかったというところですかね。はい、ということでね、ベルファイアの税金も5万8000円払うことができました。ペイペイで払うと、まあ、すごく自宅で払えるんで簡単ですよね。で、去年はね、クレジットカードで払ったんですけども、ちょっと面倒くさかったです、クレジットカードも。まあけど今回はこうやって、本当にワンタッチというかね、嬉しいですね、こういうの払い方ができると。で、ペイペイバックとかが、なんかね、10% とか還元とかだったら、ものすごく大きくなるじゃないですか。まあそれはちょっと難しいと思いますけども、今回は、まあナイト2000とね、あとベルファイアと2台とも、これで今日払えたなってことですね。総額いくらですかね。11万2000円と5万8000円でございます。まあ16万1日で払っちゃったということで、払いたいですね。はい、では今日は以上ですね。はい、ありがとうございました。どうも、ペイペイで自動査税も払える時代がやってきました。くまモンにはね、なかなか乗ってあげられなくなっちゃった。これで税金かかんないからいいですね。